皆さんこんにちは。マリサです。霊夢です。今回の動画はウルトラマンたちの敗北パート2に関して紹介していくぜ。前回の続きよね。まだまだ敗北シーンがあるのね。ウルトラマンたちが敗北しているシーンは探せば結構あるんだぜ。そうなの？前回も面白かったから、今回も期待。擬人化の紹介もあるの？ちゃんと擬人化も紹介していくぜ。それじゃあ、早速紹介していくぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。1つ目は、帰ってきたウルトラマン。第37話ウルトラマン夕日ニシス。第38話ウルトラの星光る時に登場する。ナックル星人とブラックキングだぜ。2対1の戦いなのね。1対1でもきつい戦いがある中で少し無理があるわよね。確かにちょっとだけきついよな。ナックル星人は、事前に送り込んだ怪獣たちとの戦闘データから、ウルトラマンジャックの能力を分析し、そのデータを元にして、対ウルトラマンジャック用のブラックキングを鍛え上げたんだぜ。完全にブラックキングは手下という設定なのね。用心棒怪獣の縄だけではないわね。ただ、ナックル星人は能力分析データで、ブラックキングで勝てるのか？という予想外な結果に不安になってしまい、ジャックの心の拠り所となっていた坂田兄を車で引き飛ばし、妹に重傷を負わせる作戦でジャックに精神的ダメージを与えたんだぜ。なんて残虐な。そこまでする必要あるの？当時の子供たちにトラウマを与えただろうな。目論見通り、冷静さを失ったジャックをブラックキングが圧倒する中、ナックル星人が巨大化してブラックキングを援護し、ジャックが太陽エネルギーをあまり補給できない、日没前だったことも重なり、ジャックを仮死状態にまで追い込んだんだぜ。入念な計画あってこその勝利ということね。もしかして、日没前での戦いも計画のうち？そうなんだぜ。わざと太陽光線の弱い夕方におびき出したんだぜ。なんて姑息な。と思うところだけど作詞としては優秀としか言えないわね。仮死状態になったジャックはどうなったの？宇宙船にジャックを拘束して、ナックル星に連行し処刑しようとしたんだ。だけどジャックの救出に現れた、初代ウルトラマンとウルトラセブンの活躍によって阻止され、この時ナックル星からやってきた宇宙戦艦もことごとく撃墜されたんだぜ。さすが初代ウルトラマンとウルトラセブンね、そのままやっちゃえ。そんなうまくはいかないんだぜ。ナックル星人はマット隊員を操り、岡谷号を殺害しようと目論むんだが、これも岡谷号の反撃で失敗するんだ。そしてナックル星人はブラックキングとのタップでジャックと再戦するが、闘志を取り戻したジャックの前に逆に追い込まれ、ブラックキングはスライスハンドで首をはねられ、倒されたんだぜ。ブラックキングを倒されたナックル星人は、ジャックのウルトラ投げで頭から地面に激突し、サターン Z による東京爆破を言い残して消滅。しかし、それも号によって阻止され、ナックル星人の野望は完全に潰れ去ったんだぜ。ウルトラ投げ最高。地球爆破も阻止できて一件落着ね。ウルトラマンがいる限り、この野望を成し遂げることはないだろうな。そして、2体の擬人化だが、ナックル星人の方はかなりの幼児系だな。マリサがナックル星人、私がブラックキングね。なんでだよ。まあ、でもナックル星人の方が、賢いけどな。確かに、2体を掛け合わしたい。無理な話だな。そんなことないわよ。合体怪獣がいてるぐらいなんだから、合体マリサ、霊夢があってもおかしくないでしょ？おかしいんだぜ。なんで合体しないといけないんだよ。お願い。無理なんだぜ。諦めてくれ。さて二つ目は、帰ってきたウルトラマン第40話冬の怪奇シリーズ幻の雪女に登場するスノーゴンだぜ。雪男？いや、雪女なんだぜ。あら失礼。お名前で勘違いしてしまったのよね。まあ、そこは置いといて、スノーゴンはブラック星人の手下として地球にやってきたんだぜ。軽井沢や八ヶ岳にある山小屋の主人とその孫娘を装い、着々と作戦を進めていたが、調査を開始したマットに、カップル輸送中の無人宇宙船を撃墜され、作戦がバレてしまうんだぜ。カップルを輸送する作戦ってどんな作戦なの？若いカップル1000組を誘拐し、子供を産ませて奴隷を量産するというブラック星人の作戦なんだ。なんとも気の長い作戦ね。すっごい時間がかかりそうね。気になるのはそこなのか。子供向けの作品だがシリアスなストーリーは意外と多いんだぜ。話を戻すが、ジャックと怪獣化したスノーゴンは最初互角に戦っていたんだぜ。
しかし、スノーゴンの凍結スノーフリーザーによって形勢は逆転するんだぜ。ウルトラ戦士共通の弱点である、霊気を食らって無事で済むはずがなく、ジャックは凍りついて倒されてしまうんだぜ。凍りついちゃったの？早く温めないと。温めて治るもんじゃないぜ。だがスノーゴンは凍らせて動けないようにするだけではなく、凍ったジャックに馬乗りでボコボコにし、凍って脆くなっていた手足をバカ力でもぎ取り始めるんだぜ。そしてジローたちの目の前に転がるジャックの首。いやぁ、そんな姿見たくないわ。ただのホラーよ。首取っちゃうなんて、普通に怖すぎ。だよな。さすがにこれは、トラウマシーンだよな。その後、ジャックはウルトラブレスレットの能力で復活。再び凍結スノーフリーザーで凍らせようとするんだが、ウルトラブレスレットが変化したウルトラディフェンダーに跳ね返されて逆にスノーゴンが凍ってしまい、ウルトラ投げで地面に叩きつけられてコッパみじんになってしまったんだぜ。やられたことはやり返す。倍返しだ、ね。自分の技に耐えられないのはウルトラマンあるあるなのかしら。スノーゴンも自分の技が返ってくるとは思わなかっただろうな。スノーゴンも擬人化あるの？ウルトラ怪獣擬人化計画の公式サイトでは紹介されていないんだが、トップ版で出てるので、気になる人はチェックしてみてくれ。3つ目は、ウルトラマンエース第7話怪獣対鳥獣対宇宙人、第8話太陽の命エースの命に登場する。ドラゴリーとメトロン星人ジュニアとムルチ2代目だぜ。え、まさかの3体もいるの？これはエースも絶対絶命ね。そうなんだぜ。さらに戦闘も複数回するんだぜ。なかなかの激戦だったのね。相手も諦め悪いわね。じゃあ、今回の話について語っていくぜ。地球へと接近する妖精ゴランが1週間後、地球に衝突するのが分かって、タックは迎撃ミサイルマリア1号で粉砕する作戦を立てたんだぜ。いきなり地球がピンチね。その発射基地に発射40秒前に突然地中から出現したのがメトロン星人ジュニアだぜ。メトロン星人ジュニアは、マリア1号と発射基地を破壊していくんだぜ。メトロン星人って、セブンでも出てたわよね？そうだな。このメトロン星人はその子供とされているんだぜ。破壊後はミサイルの設計図をも奪い取ろうと企み、タックの山中隊員の婚約者でありタック通信員であるマヤを殺害するんだぜ。結婚目前でこんなことに。さらにメトロン星人ジュニアはその死体に乗り移り体を乗っ取っつんだぜ。なんてけど、タック基地に忍び込むことに成功し、ミサイルの設計図を破棄しただけでなく、タック基地に甚大な被害を与えたんだぜ。すごい暴れっぷりね。さらにこの基地破壊前に基地の近くでドラゴリーが現れたんだぜ。この戦いでエースはドラゴリーにエースバリアを使うんだぜ。エースバリア？防御技なの？高速回転し、大気の間に亀裂を生じさせ亀裂の中に閉じ込める封印技だぜ。また、命がけの技なんだぜ。すごいエネルギーを消耗するのね。ちなみに、マリアの設計図は焼けてしまったが、もう一枚あったんだぜ。火事隊員、見せ場ね。その後、メトロン星人ジュニアは正体が発覚したため巨大化するんだぜ。そこに、ドラゴリー、さらにはムルチ2代目までが襲いかかるんだぜ。これはエースピンチね。だけど、エースへのムルチ2代目の攻撃が誤ってドラゴリーに当たりドラゴリーは激怒なんだぜ。ムルチ2代目を投げ飛ばしたり、体を引き裂いて倒してしまうんだぜ。出た、仲間割れね。怪獣同士で手を組むと、結構な確率で仲間割れ起こすわね。私とマリサみたいに仲良くしたらいいのに。結構我慢してるけどな。え、なんて？いや、なんでもないぜ。話を戻すぜ。その後、エースバリアでメトロン星人ジュニアとドラゴリーは封印されてしまったんだぜ。ドラゴリーは同じこと2回も繰り返してるじゃない。ああ、バカなのね。バカはやめてあげてほしいぜ。そしてもう一度、封印が解け3度目の激突。メトロン星人ジュニアはバーティカルギロチンで真っ二つにされ絶命するんだぜ。なかなかグロいわね。昭和あるあるだぜ。メトロン星人ジュニアが倒された後は、ドラゴリーがエネルギー切れまで持っていったぜ。エースのカラータイマーも消えて、目も消灯してるわね。エネルギー切れで一度は勝ったんだが、太陽エネルギーを得て復活したエースにパンチで腹を突き破られ、ひるんだところをエースブレードで首を切り飛ばされた挙句、メタリウム光線で体を爆破されたんだぜ。エース、最後容赦ないわね。擬人化はあるの？残念ながら、この3体に関してはないんだぜ。残念。見たかったわ。4つ目はウルトラマンエース第13話死刑ウルトラ5兄弟、第14話銀河に散った5つの星に登場するバラバだぜ。片手は鉄球で、片手は鎌なのね。合体怪獣で見たような。
暴君怪獣タイラントで手を使われたことが有名だな。やっぱり、見たことあると思った。お箸とか持ちにくそうよね。お箸は持たないだろ。それはわからないでしょ。意外とお料理いいかも。ちょっと見てみたいかもな。話を戻すぞ。最初は街中に自分の姿を映し出す程度の活動をしていたんだけど、ウルトラマンエースラウルトラ兄弟が、マイナス宇宙のゴルゴダ星におびき寄せられたのを見計らって活動を開始、ヤプールが降らせた放射能の雨の影響でタックの攻撃を無効化し、暴れ回ったんだぜ。出た、ヤプール。ヤプール絡みの怪獣だったのね。ウルトラマンエースではヤプールは重要だからな。帰還したエースの猛攻でボコられ、死んだふりをして奇襲をかけるものの、頭部の剣を奪われてあわや惨殺寸前、というところまで追い込まれたんだけど、ヤプールが人質に取ったウルトラ4兄弟、ゾフィー初代ウルトラマン、ウルトラ7、ウルトラマンジャック、の映像を見せて戦意を添えたこともあり、一度は敗退させることができたんだぜ。ウルトラ4兄弟を貼り付けにして人質にするなんて。ヤプールは卑怯がお得意だからな。再びエースがゴルゴダ星に向かったのを見計らい、進撃を再開するんだけど、エースキラーを片付けてウルトラ4兄弟を救出して戻ってきたエースと再び戦闘になるんだぜ。エースキラーを倒した後ってことは、結構疲れてるんじゃない？疲れてはいたけど、意外と互角に戦っていたんだぜ。バラバは発射した剣をエースに奪い取られ、ぶん投げられて胸に剣を刺され吐血。さらにはエースに後頭部を蹴られ、顔から眼球が飛び出した状態で走り回っていたところに、釜をぶっこ抜かれ、その釜で首をちょん切られて絶命したんだぜ。すごいわね。眼球が飛び出ても走り回るって、ゾンビ？ゾンビではないけど、子供に見せるにはちょっと刺激が強いよな。私なら、ここはモザイクかけるわね。今回も擬人化ないの？ないんだよ。公式さんが出してくれることを願おう。1つ目は、ウルトラマンエース第26話全滅ウルトラ5兄弟、第27話奇跡ウルトラの父に登場するヒッポリト星人だぜ。サングラスしてるみたい。てか、地形とか全滅とかもうタイトルもカオスね。確かにサングラスしてるみたいに見えるな。このサングラス星人、じゃなかったヒッポリト星人は、不意打ち、騙し打ちを好む卑劣な性格で、宇宙で一番強い生き物を自称してるんだぜ。出た、自称強い系。こういうこと言うやつに限って、弱いのよね。そうなんだ、と言いたいけど、このヒッポリト星人は真っ向勝負でも、凄まじく強いんだぜ。口だけじゃないなんて珍しいわね。たまには、口だけじゃない怪獣もいてるんだぜ。エースとの戦いでは、あらかじめ用意していたカプセルにエースをはじめ、救援に駆けつけたゾフィー、初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャックのウルトラ4兄弟を閉じ込め、ヒッポリトタールという物質でウルトラマンたちをブロンズ像に変えてしまうんだぜ。さらには幻影の秘密を暴いて攻撃してきたタックの戦闘機を電気撃墜して火炎攻撃で苦しめたんだぜ。ってことは全員同時に負けちゃったってこと？そうなんだ。その後、駆けつけたウルトラの父との戦いで、最初はウルトラの父に圧倒され、エースのヒッポリトタールもウルトラシャワーで洗い流されるが、地球に向かう途中の長旅でエネルギーを消耗していたウルトラの父の隙をついて倒してしまうんだぜ。ウルトラの父も倒されちゃったの？衝撃だよな。それほど、ヒッポリト星人は強いんだ。侮ってたわ。サングラスとか言ってごめんね。掘り返してあげるなよ。ウルトラの父が命と引き換えに、残りのエネルギーをエースに与えて復活させたんだ。実はヒッポリト星人は攻撃力の割に防御力は高くなく、復活したエースとタックによる猛攻を受け、最後はメタリウム光線で爆殺されるんだ。エースがエネルギーを分け与えたことでウルトラ4兄弟も、息を吹き返すんだぜ。ウルトラの父、命と引き換えにエースを復活させるとか、感動物語ね、泣けちゃうわ。ちなみに、ヒッポリト星人は擬人化あるの？あるんだぜ。擬人化した姿は、かなりの美人でナイスバディだよな。こら、サングラス化してるじゃない。やっぱりグラさんだったか。公式さんがしてるんだから、サングラスよね。でもこのサングラス、ずっと見てると可愛く見えてくるわね。確かに。ちょっとグッズ化してほしいよな。実現すること、待ってるわ。今回はウルトラマンたちの敗北集のパート2を紹介したぜ。前回と違って、ウルトラ4兄弟が一緒にやられちゃう場面も結構あったわね。ウルトラの父も亡くなっちゃったしな。悲しいながらもウルトラの父らしいかっこいい最後だったわね。こんな展開があるなら、また次回の敗北集も楽しみね。擬人化の方も、楽しみにしててくれよな。知れば知るほど奥が深くて楽しいわね。
これからもウルトラマンについていろいろと解説をしていくから、チャンネル登録よろしくなんだぜ。それじゃあまた次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。